キリュウさん、俺たちのために死んでくれ、頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ。戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですから。もういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。キリュウさん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。